皆さんこんにちは、ショーマニです。今回紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムナンバー15番ランボルギーニディアブロ SV です。こちら通常バージョンになります。でボディカラーは黄色になりますね。でスケールは62分の1で、アクションとギミックは左右ドア開閉とライト展開収納になります。でここにはランボルギーニのロゴマーク、そして文字が書いてありますね。で材質表示はこちらに書いてあります。であと英語も書いてありますね。それではビニールを剥がします。無事に剥がしました。では開封していきます。取り出します。あとは入ってないですね。福袋プレゼントの紙が入ってました。では本体を見ていきましょう。おー、いい感じですね。では全体を見ていきます。まず左側面はこんな感じです。で前ですね。で右側面はこんな感じです。で後ろはこんな感じですね。で上はこんな感じで、下はこんな感じになっています。メイントインベトナム、ベトナム製になります。で、ランボルギーニ、ディアブロ SV と英語で書かれています。で、スケールは62分の1で、2018年製のトミカになります。まあ、おそらく元々の数字だと思います。で、トミー、トミカという文字も書かれてますね。で、サスペンションはありません。では、詳しく見ていきましょう。タイヤのホイールも忠実に再現されていますね。特にしっかり色分けされているのが素晴らしいですね。中を覗いてみます。ハンドルは左ハンドルになっています。で、ギアもありますね。で、シートの模様まで忠実に再現されています。で前ですね。ウインカー部分もしっかり色分けされていて忠実に再現されていますね。フロント部分にはランボルギーニのロゴマーク、エンベルムが書かれています。で、ルームミラーもありますね。で、反対側です。で、後ろですね。このグリル部分も忠実に再現されていますよね。で、ここもしっかり色分けされています。ブレーキランプは
赤とオレンジで色分けされていますね。で、左側には英語が書かれていますね。右側にも英語が書かれています。で、ウィングは別パーツになってますね。で、アクションとギミックはサスペンションはありませんが、こちらのドアですね。ドアがこのようにガルウィングになります。そしてヘッドライトの部分ですね。こちらのスイッチをオンにするとライト展開になります。で、ライトの中の部分は銀色で塗装されていますね。で、収納するときはもう一度このスイッチを奥にやると収納することができます。で、走りはこんな感じです。というわけで、今回はトミカプレミアムナンバー15番、ランボルギーニディアブロ SV 通常バージョンの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。さよなら。